皆さんどうも、シュメルです。今日はですね、こちら。 待望の6の6レビューになります、まあ、一応ですね、こいつを丸4日ほど使いましたので、その感想をですね、今日まとめます。で、一応ですね、Pixel ファンの方結構見てくれてると思うんで、えー、今日の動画結構長めに尺を取ります。で、どういう内容をですね、今日扱うのかっていうと、まずはですね、カメラ性能のレビューをします。まあ、これも時間結構割きます。で、その後ですね、いい点と悪い点をまとめて、で、最後はですね、どういう人にお勧めするのかっていうのを話して終わろうと思います。それではね、もう早速やっていきましょう。 ではねいつも通りカメラの特徴を、ね、見ていくんですけれどもまずねピクセル6っていうのは5の頃とは違う色味の特徴っていうのがありますまずねピクセルシリーズ自体は昨年の5まで若干ね寒色系の自然な色味であったんですけれども6からですね暖色系の自然な色味に変わりました。 でねこう聞くとこれまでのソニー製のセンサーからサムスン製に変わったからじゃないとうう思うかもしれないんですがソニー製のセンサーを使っているですね超広角レンズの写真を見てもこれ暖色系に映る傾向があるんでおそらくなんですけれども Google テンサーの画像処理がですね暖色系に変わったんじゃないかなとうう思います。 でね唯一、色味で気になる点はですね少し赤っぽく写すところなんですね。まあ、この写真のように真っ白な壁なのに若干ですね赤みを帯びているんでこれさえなければですね本当に良かったなというふうに悔やまれます。 でさらにもう少し見ていきますと HDR 性能では昨年よりもですね進化しておりまして明らかにですねピクセル6の方が日陰などが薄くなっていながら明るいところもですねしっかり捉えられていて HDR の性能はね格段によくなりましたで次にサイドサチュレーションについても触れておくとサイドはちょっとね奇妙な感じがするんですよね例えばねこの写真のように結構黄色を持ち上げて5よりも少しサイドを上げているかのような写真もあるんですけれども 次にこの写真を見ると、葉っぱのですね、紅葉具合なんかは明らかにファイブの方が彩度が強くて、自然な色味っていうのはね、6なんですよ。まあ実のところ、多くの写真で Pixel 6は彩度をね、うまく抑えて、そしてね、派手になりすぎない、シャープになりすぎない写真を撮っていることが非常に多くて、昨年よりもですね、目で見た感覚により一歩近づいてはいますね。 はい。じゃあ次にね、夜の写真なんだけれども、ナイトモードの性能っていうのは非常に評価がしづらいんですね。な、ま、ん、あ、でかっていうと、得意なところと不得意なところがかなり極端なんですよね。例えばね、あまりライトがない暗いところの撮影っていうのは非常によくできています。しかしですね、ライトとか電飾看板のような少しですね、強い光が入ってくると、途端にダメダメな性能になります。まずね、電飾看板の撮影っていうのは、これまで通り全然綺麗に撮影っていうのができません。まあ、むしろね、悪くなってる方かなというふうにも 思いますしさらにライトがですねものすごく反射するようにもなっています原因はおそらくですけれどもカメラバンパーのデザインが原因になっているかと思うんですけれども光の反射フレアっていうのがねものすごくカメラの撮影に影響していますそしてね最後はノイズがやたら目立つんですよねまあ、今までの写真でもう気づいている方もいるかもしれませんけれどもまあ、変な感じのノイズがですね結構乗っているんでこれはねピクセルとしてはかなり失格点ですね 次にね動画性能なんですけれども動画性能は発表会通りですねかなり大きく向上しましたまずね 4K30fps の動画を見てもらえばわかるんですけれどもクロップがかなり小さくなりましたまあこれね5と比べると6は超広角レンズで撮っているかのように感じるかもしれませんが両方ともですねメインレンズでちゃんと撮っています では次にね、4K60fps なんだけれども、これもね、手ブレ補正も非常に良くて、色味はですね、空の色以外は現実の色にはかなり近いんですね。特にこの紅葉の色なんかは、6の方が実はね、サイドが強く出ているように見えるんだけれども、実際にはね、5よりも6の方がしっかりと的確に現実のね、色を捉えています。 なのでね、本当になぜか知らないけれども、空の色だけが少し変にですね、めちゃくちゃ濃くなっているんで、ここがね、すごい残念なんですね。あとはね、セルフィーもかなり良くなっています。セルフィーの写真であったり動画もですね、明らかに向上しておりますんで、セルフィーの性能が気になる方にはですね、結構朗報だと思います。 特に動画ではですねかなりクロップが小さくなりましたしその他もろもろいろんなところで画質が良くなっていますあとはですねカメラの新機能について2つね簡単に紹介しておきますまずはね消しゴムマジック機能ですねこれはまあすでに撮った写真をですね Google フォトの編集機能を使ってツールからですね使うことができます。 そしてねタップしますとこんな感じで自動で人物をハイライトしてくれてですねまあ、不要な人も消せますし一応物も消すことができます。で当然、ですね手動マニュアルでもねハイライトして消すことができます。まあ、これはね非常に便利な機能なんですけれども決してね悪用すべきではない機能だと思います。もうね絶対いじめとかで使わないようにしてくださいね。 じゃあ次にね、モーション機能ですね。これはね、2種類ありまして、アクションパンと長時間露光の2種類がありましてですね、アクションパンはね、こんな感じになります。まあ、こういうふうにですね、動いてる被写体をダイナミックな絵にしてくれます。結構簡単にこれも写真撮れます。 で次にね長時間録音ですね、まあ、これは知ってる人にとってはまあおなじみの映像ですけれども、まあ、動いてるものをです、ね、残像が残る絵作りをまあ残してくれまして、まあ、特殊なね写真が撮れます、まあ、そんなにねこれあまり使う機会ないとは思うんですけれども、まあ、簡単に撮れるっていうのがいいところだと思います。 はい、以上がねカメラ性能の全体的な印象なんだけれどもまずね間違いなく動画性能は良くなりましたねまあ、今までもですねそれなりに良かったんですけれども明らかにレベルが格段にアップしましたあとね写真に関しても個人的にはね昼間の写真っていうのはもうめちゃくちゃいい写真が出来上がってるのでいいと思うんですけれども残念ながらですね夜間の写真っていうのは正直ねあまり褒められた内容ではなかったと思います、まあ、ピクセルであればもっとねナイトモードうまくできたはずだろうっていうふうに思ってしまうのが私の結 結論ですねじゃあここからですねピクセル6のいい点と悪い点をですねまとめていきますでまずねいい点からなんですけれども一番話したいのはですねやっぱりこの OSAndroid12 ですよねもうこれはね素晴らしすぎます。 まあね、大まかなユーザーエクスペリエンスとしましてはこれまでのです、ね、Android 11のシンプルさと使い心地の良さっていうのを一切削ることなくさらにその上にです、ね、新しいデザイン性であったりカラーリング UI の見やすさを追加してきてさらにそれよりもです、ね、今まで以上にスムーズなアニメーションっていうのを、まあ、実現させている点ですね。 本当に、ね、この体験をしてしまいますと他の Android メーカーの UI をですね触ってられないっていうぐらい今回の「a n d r o i d 12」「ピュアアンドロイド」っていうのはもうすごいものがあります。 さらにね、やっぱり長期サポートも魅力ですね。3世代分の OS のアップデートと、さらにですね、残りのプラス2年はですね、セキュリティ更新があるので、まあ、合計5年分の、えー、OS サポートがありますので、これはね、Android では今のところ最長です。でね、あとはその他のソフトウェアの機能もものすごく進化しているんですよね。例えばね、文字起こし機能ですね。これはかなり話題になっていますけれども、これ多少のね、文字のミスはあるんですけれども、 本家の英語ではなく日本語でもこれだけの聞き取り能力があるっていうことにめちゃくちゃ驚かされます。で次にね音声文字入力もこれもねすごいんですよね。あの文字起こし機能と多分やってることは一緒なんだろうけれどもかなり正確にまあ日本語をですねタイプしなくてもしっかりと聞き取ってそれをまあ文字に入力して送信したりねメッセージすることができます。まああんまり使うことはないかもしれませんけれどもやっぱりこれ便利だと思います。特ににね指があまり自由に動か な人にとっては本当にいいと思いますねであとはねライブ翻訳なんですよねこれも凄まじい能力がありますもはやですねこれさえあれば海外旅行で全くね知らない言語の土地に行ってもまあ基本的なね会話最低限のコミュニケーション能力には困らないねものが備わっていると思います はいまあ、以上がですね、ピクセルのいくつかのソフトウェアの機能を紹介したんですけれども、このね、ピクセルの Android 12の体験っていうのはですね、もうこれだけで余裕でね、動画1本作れてしまうんで、今日はね、もうこの辺にしておきます。じゃあ次にね、2点目のいい点は、バッテリーですね。これね、4600mAh あって、まあ、私の使い方であれば確実にですね、1日半持ちます。これは非常にいいですし、2日弱ぐらいですね、バッテリーあの結構長持ちしますんで、まあ、予想外なんですけれども、バッテリーライフ、かなり いいですねおそらくね、GoogleTensor の最適化っていうのも結構よくあのいいように行われている影響が出てるんじゃないかなっていうふうに思います。 で次にいい点は処理能力ですね。まあ、GoogleTensor についてなんですけれども CPU の性能というのは、まあ、スナップドラゴン888よりかは、まあ、少し落ちるんですけれども、まあ、GPU の性能というのは、まあ、スナップドラゴン888よりも上なんですよね。で巷ではでは、ね、結構、やいのやいの言われているんだけれども、まあ、こいつ7万5000円の端末として考えればです、ね、12分に性能はいいと思います。むしろね、ありがたいレベルの処理能力ですよ。 しかしですね、まあ夏場の発熱処理っていうのは正直現段階ではね、なんとも言えないんですよね。一応私ですね、発熱のテストとして 4K60fps の動画撮影をですね、室温が26度から27度ぐらいの部屋でやってみました。で、これやるとですね、35分も撮影ができましたんで、まあアプリがね、落ちるまでやればよかったんですけれども、まあ 4K60fps の撮影を30分超えの撮影時間がまあ可能だということで、 ああればですすねね、まあ、十分じゃなないいいかなという,ふうに思いますまあね、私はゲームしないんでゲームをしてる時の発熱処理っていうのは正直分かりませんのでそれはですね他の YouTuber の方の動画を参考にしておいてください。まあ、基本的にね処理能力の発熱っていうのは今のところ問題はなさそうです。ではは次にねい,い点は 価格コスストパフォーマンスですよまあこれね、今、74,800円でまあ売られていまして、十分ね、それだけでも競争力高いんですけれども、さらに今は11月7日までであれば、最大ですね、1万6,000円分の Google ストアが付与されるようになっていますんで、まあ、このね、Google ストアクレジットっていうのは、Google ストアでしか使えないものなんだけれども、まあ、一応ね、実質5万9,000円で買えるっていうことをまあ考えればですね、めちゃくちゃ破格のね、 値段だと思います しかもですね、購入すればなぜか15%オフのクーポンもついてくるんで、まあ、正直ね、もうわっけわからんぐらいの大盤振る舞いを今しています。そしてね、まあ、今のところ実質6万円弱というお値段で、えー、ワイヤレス充電にも対応していて、IP68 の防塵防水レートで、フェリカにも対応していますから、本当にね、めちゃくちゃ優秀なオールラウンダーだと思います。まあ、こんな感じでですね、Pixel 6のいい点を今のところ話してきましたけれども、ここからですね、ネガティブなニュースをお伝えしていきます。でまず まずはです、ね、少々残念な点を2点話していきますで。まず1点目はこのスピーカーですね。スピーカーがですね価格を考えれば、まあ、標準的かなっていうぐらいですね。あのこれまでですねピクセルシリーズってスピーカーの性能ですね結構定評があってよかったんですけれども、こいつはねそうじゃないんですね。で特に 5A との 音質でですね、あの、個日、ピクセル6は乾杯なので、そこが一番驚きましたね。まあ、詳しくはですね、開封動画のスピーカー評価を見てください。あの、スピーカーの音出しもそこで行っていますので、スピーカーに関しては詳しく知ることができます。じゃあ次にね、2点目の少々残念な点はですね、ディスプレイですね。あの、ディスプレイはですね、画質であったり 90Hz のリフレッシュレート自体はもう何の不満もなくて、非常にいいんですけれども、やはりですね、最大輝度まあ、500ニッツと今のところ言われていて、 その画面の明るさではですね屋外での操作に若干暗さを感じると思います。あの秋空の下でも少し暗いなと思いましたんであので夏場だとかなり、ね、暗く感じるかもしれないです。ではですねここからは絶対にめちゃくちゃ悪いと感じる Pixel6 のかなりネガティブな話をしていきます。でまず1つ目はですね ロック解除、非常にめんどくさいということですね、あの原因は2つ考えられます。まずですね、そもそも Face ID を、こいつはね、使っていないんですよね。2D 顔認証でも使うべきだと思います。確かにセキュリティが下がるという理由もわかるんですけれども、やっぱりですね、今の時代絶対必要ですね。で、次にね、2つ目の原因はですね、ディスプレイ指紋認証が やややっぱりややもたつくんですよね一応ね Pixel6 Pro で私保護フィルムなしでやってみたんですけれどもこれでもですね一瞬ワンテンポ遅れる感じの、えー、ディスプレイ指紋認証なんですよねなので思ったほどスピードと正確性があんまり高いとは思いませんでさらにあの保護ガラス越しだと指紋認証はねもうほぼ使えないんですよね、まあ、これね保護ガラスとディスプレイ指紋認証の,あの相性ってもともと悪いんで Pixel6 に限ったことではないんです で一応ですねピクセル6用に PDA 工房から保護フィルムがですね発売されていてそれだと結構ね指紋認証が通るそうなんで私買ってみましたレビューはね今度しておきますで次にね2点目の絶対的に悪い点はですねこのでかい重いっていうですねまあ誰でも分かることなんだけれどもまあこの二重具はね 人を選ぶ端末だと思います6.4インチっていうのは基本的にね日本人にしたらかなり大きいデバイスだと思うしさらに 207g っていうのもですねあのやはり重いですよ軽くしろっていう風にね思いますはい以上がですねこのピクセル6に関してのまあ感想になりまして、まあ、最後はですね私が一番話したいどんな人におすすめするのかっていう話をして終わりますでまずね言えるのはこのでかい重いさえとりあえず我慢できる、まあ、気にならないっていう人であれば ま迷わず購入していいレベルですね、まあ、特に11月7日までであれば実質5万9000円の価値なのでもう本当にですねあの買ってしまうことをお勧めします、まあ、一応 Google ストアで購入すれば15日以内であればですね返品も可能ですからとにかく手に取ってみることを強くお勧めしますでねこっからが一番言いたいポイントなんだけれども、まあ、この端末をおすすめするユーザー層っていうのはですねあの中華スマホのような見た目だけのコスパに まあ惑わされないですねこう目の肥えたユーザーがやっぱりねピクセル6買うべきだと私は思いますま。でね、確かにあのピクセル6って完璧なスマホじゃないんですよね。何でも言うようにでかい重い、そしてスピーカーの質であったり画面の輝度もまあちょっとね、中途半端な点も結構多いんですけれども、大体ね、他のコストパフォーマンスを優先させたスマホっていうのもですねまあ似たような問題も結構あるわけですよね。特にに先ほど言っったようう中華スマホっていうのは 買った後の、えー、満足度っていうのがですね、まあ、どん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 下がっていくんですよね。いろんな理由で。まあ、いろいろボールが出てくるんで、まあ、どこのブランドかは言いませんけれども、まあ、そういうことが起こるんですよ。で、Pixel 6っていうのは、それとはね、対照的なんですよね。たとえね、多少の問題が初め結構あってもですね、OS の更新改善、更新改善で、まあ、どんどんですね、良くなっていくんで、えー、本当にね、あの長い目で見れば完成度、そして満足度っていうのが上がっていきます。まあ、もちろんですね、現時点での OS も非常にいいんです。 でさらにそういうね端末でありながら事実質今のところ5万9,000円で,です、ねまあ、このカメラ性能があって OS の完成度処理能力もですねこの価格を考えれば十分お釣りが来る性能がありますしバッテリーライフも非常にいいんでまあ、価格と性能のバランスを考えればですね私は現時点で こいつは最高クラスだと思います。まあ、ただですね、デカさと重ささえあの許容できればという、ね、注釈はつきます。はい、以上がですね、今回の動画の内容になります。今回もご視聴いただきありがとうございます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。